1000円以下だったら失礼します。1000円以下なら、こんにちは、あの木村浩二です。会長、あ、こんにちは、会長、どうぞどうぞ、もう回してんじゃん。はい、すいません、まずいっすか。えいちゃん、あれいいよ。えいちゃん、浩二隊長って言って YouTuber なんだけど、はい、ちょっとだけ見に来るわって呼んだだけなんだけど、うん、YouTuber だから。あ、なるほど、うん、すいません、まあ、見たことありません。あ、ありがとうございます。どっかのタイミングでとか。いやいや、ライブ中じゃなくてリハの隊長。あ、わかりました、会社からだったんで、まあ、50分くらいです。サングラスかけてるからか。そうっすね。エイちゃんさん、メディアってバンドのリーダー、ジュンヤがいたという。あ、そうだよね、そうだよね。はい。で、江戸さん、何回も会ってるけど、俺とも何回も会ってるけど、ほぼ口聞いたことがない。そうなんです。ストームライダーというバンドで何度かちょっと。ストームライダーって何度？ナオト君の、はい。あ、で一緒にご一緒させていただいたんですが。そうか、だからまだ聞かないと。あ、すごい。ね、これさ、これ誰がしたの？いい加減分かろうよ。めっちゃカメラ立てんの。あ、すいません。あ、はい、すいません。ありがとうございます。マンク嫌い。それがいつもこのぐらいだと思う。これさ、俺のと違うからさ、水平とか、そんなに全然使わないんだよ。で、溶けて毎日食べる。で、これ回らないようにしてるやつ。絶対こうじゃないでしょ。あ、俺なんか、すごい適当に書いてる。俺間違えたもん。やめて。めっちゃいける。これの枠と、あと、応援枠っていうのと、あと現地枠っていうのがあって、値段が全部違うんだけど、ははは、で応援枠とか現地枠でこういうのプレゼントしてるの。ああ、なるほど。で、もう普通はみんなサイン書くだけなんだけど、A ちゃんの一言がもうやばい。これ美味しそう。本当だ。ウィル袴に。これは祭りで祭りで祭りで血祭りだ。あ、そっちもいいな。ザ確定申告意味わかんない。名言が。これ長い。人間性重視で。あれ、A ちゃんなんかサインが。3、40分しか解かないで、うん、3個4個持ってるじゃないかって。あ、本当ですか。うん、でも映像で何時間も撮ることなんてないから。リバ墓もそんな。ちょっとこれもいいよね。自分のこの前ドローン買ったの。はい、買いました。なんかスクールに行って4日間ぐらいかけて。何の意味もないよ。本当ですか。まあ、すぐに国交省からの許認可取れるけど。はい、そうみたいですね。俺はちょっとそういうとこ真っ暗にしてない。いや、もう迷ったんですけど、まあ行った方が早いのかな。いや、金に物言わせよ。そうですね。お金がとにかくすごいかかりました。30何万とかでしょ。はい、30何万ドローン買えるよ。本当ですね。俺もう川口からからさ、はい、もう飛ばせるとこなんかいくらでもあるから、それで稼いで20時間もうずっと飛ばして、はい、高校生にも飛ばすぐらいって言って、でもうこの間も申請して全部3台分のやつ。あ、ごめん、私こっちにします。そうですね、そのだから申請とかも自分も分かんなかったんで、そういうのは全部そこのスクールで、あ、やってくれるの、まあやってくれるというかやるんですけど、教えてもらいながらやるんで。それもファントムの、はいはい、マトリックス、マトリックス、マトリックスやん。もう一個上のやつ。ああ、もうすごい高いやつ。当たると手が足ごと打たれる。それで、まあ、1機60万とか。俺もこの間45万落としたから。え、落としちゃったんですか。川口君、また新たに買って買い直す。自分のあれですね、DJI の、Air2S とかいう。ああ、すごい。20。ズームできるやつ。いや、ズーム自分のはできないですね。じゃあ、あれだ。
考えてみればさ、ストラップ持っていかなきゃ意味ないのね。えって、あー、つけるの。そうそうそう。あ、でも、あの、はい、あ、これがあるとかやる。え、これごとで。あ、元のやつか。頭うん、あ、頭も欲しいからね。うん、あ、了解です。じゃあ、それはもう。あ、全然。すいません、こちらこそ。よっしゃもうずっとここでやってて、ここ会場借りてやってるけど、こんなにいい場所があるの、ぜひみんな使った方がいいよみたいなことを言える。ああ、全然全然。こうできなかったね。ここか。あ、OK、OK。ちょっと待ってください。あそこがいいか。あ、舞台がいいか。大丈夫ですよ。全然おげちゃう。ありがとうございます。うまいな。一発っすね。ありがとうございます。なんかそんなさ、ここはい、ここ配信の前とか撮ってる。あ、いいですか。うん、あの受けてさ。あのここは何回か自分で撮ってるのがあるので。してるみたいな。ああ、入れられると思うんで。こういうのとかもいいですか。機材とか。え？機材とか。もちろんいいですか。俺のあのズームの宣伝にもなるし。ああ、なるほど。システムだけでやってるから、ちょっとすごい。ねえ、これ気をつけて。マサ、さやちゃん、はい、720になっちゃってる。1080ですよね。そう、だから、絵が狭いと思ったら、一回狭くして、1080に戻して。はい。配信の時、まあ、彼がやって、座ってくれてるんだけど、ここでやって、JPA、ミキサーここで、はいはいはい、アドマイクで集合してる。みたいな。ことをやってます。これカメラこれですか。そうです。俺多分これ家で配信してる時きっとこれです。あ、そうなの。はい、本当、一緒じゃん。これフル HD のやつですよね。そうで、あの YouTube だと 4K だとどうのって言ってたんで、こっちに変えちゃいました。タイプ C。 俺もね、 1080 のウェブカメラ使ったんだけど、はい、やっぱりダメなの。映画綺麗じゃなくて、これすごい綺麗。綺麗ですよね、これ。ただやっぱ配信だとね、その綺麗さは出てくるよ。ああ、明るちょっと明るくすぎませんこれ。明るいですよね。うん、で色落としても飛ぶから、はい、だから黒目の洋服着てないと、だから白着ると飛ぶ。なるほど。上にちょっとシャツ持ってきてるし。カメラ向かって喋ってるの？いやいや大丈夫です。はいはい、びっくりした。すみません。ねえ。いろいろ差し込まさせていただきます。今日もいろいろやっちゃったりなんかしちゃったりなんかしちゃったりなんかして、そこで、あのコマーシャル大好きなんだよね、俺。なんだっけ、あの小田裕二。はははは。事故の何割がもらい事故だって言うのに不安でなんだよ。そこで。あれ大好きで、ね、さ、止まれる。これいいんですか、流して大丈夫ですか。俺。はい。関係ないさ。本当ですか。皆さんがどう判断していただけるか。ちょっとやっぱり映像さんといったら王子様風味なのかなと思ってたんですけど。いやいやいや、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。分かりました。織田裕二の似てないものまねしても変わらないよ。分かりました。事故のうち8割もらえた。8割もらえた。そこだよ。次の織田裕二さん、昔ほど気がないんだよね。あ、やっぱり本当はあの仕事したくねえんじゃねえかなと思ったりなんかしちゃって、そこだよ。ありがとうございます。あ、すみません、真面目にやりますんで。はい、ありがとうございます。はい、バカ売れしましたね。俺全然知らなくて、でもだってひろや君から初めてリクエストされて、俺今一生懸命どんな曲かを覚えてて、もうリハこれだけやってもいい。そうこれほら、今回ずっと俺がリクエストしてるじゃん。これやろうよって言うから聞いて、私なんとなく知ってたんだけど、あんまり知らないすごい上手だから、俺ずっとさっきから聞いててさ、クリスマスって言うわけで。あ、そっか、やっぱみんな聞いてるんだ。知ってた。俺たちだけ知らないから。
か軽くできるけどね。こういうのってさ、絶対みんなのが詳しいんだよね。やってる側ってさ、そんな聞かないんだよね。あれ、キースさん結構きついです。いや、あれ、いくらずっと練習でやめましょう。いや、あんまなんか、キースって、キースさんだっけ、マイケルシンカーって、何、学校でやったの？うん。なんか入れなきゃなと思って、入れただけで。でも、仕込まなくていいよ。いや、いつもできるんですけど、頑張るほど報われないですよ。でも、のめくんがさ、この間さ、クリエーションズすげえ。あ、クリエーションズだっていいですけど、クライフォーザネーションズは。だってさ、あの、レイ・キョウやるレイジーだってさ、テレビの主題歌。いやいや、アルバムの地味な曲ですけど、メイクする。ブルーラウンカンス。だって、戦争に行かないと行くか行かないかというか。そうそうそう。クライフォーザネーションズって、Am I not bad, Bishop? The time of fear is all alone. The night is alone. In the dark and nothing new. In the time to come. All in the living. Vision the waters be true. Cry, go there, go there.だけど誰か食べる。俺食う。ありがとう。俺歯磨きたいんだけど。お前、この荷物はここちょっといいのかな。ここ座らないからいいよ。ピョーさん、じゃあちょっと今日はちょっと一回これで。ありがとう、ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。お構いもできる。また、あの、ご覧ください。じゃあちょっと、5万再生狙って。頑張ります。はい。だって結構行ってるやつは行ってるよね。行ってるのは行ってますね、5万と。多分行くと思います、はい、頑張ります。ありがとうございました。っていうか、多分映像通りがさ、そっちなんか他のところに出ることない。あ、そうっすよね。俺らの番組。そうですよね。わかりました。なんか言って、で、このタイミングで出すから、じゃあ情報ないか。ああ、はい、わかりました。お願いします。じゃあありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。はい、失礼します。ありがとうございました。失礼します。あ、そうです。完全に忘れてました。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。